everyone, I'm Susanna. Welcome back to my channel and welcome to my new guest and enjoy my channel. 皆さんこんにちは、スザンナです、私のチャンネルへようこそ。これまで今回前回に引き続いてプランドプーリングの説明をしていきたいと思います。で実際に編んでいってここまで、今ここまで編んできているプロジェクトがあるんですけれども、これが62名で編んでるんですね。で前回試したのが38名やってみて発見したんですが、38名の方が、編み図なしでの編み方が簡単だった。なぜかというと、あちらはこの1個前を減らしていけばいいという理論だったんですよね。ところが今度62名にすると逆のことが起こっていて、これはちょっと見てくださいよ。今ここですね。ここ前回はこっちが白でしたよね。ところが今回は左じゃなくて右側が白になっている。つまり逆のパターンで逆向きに進んでいるんですね。前回はこう向けだったんですけど、今回はこう向けに進んでいるわけです。で、こう向けに進んでいる場合のポイントは、この端を見て、この一目目ですね。この一目目が、例えば水色2だったら、今度は水色2がの1つ、水色2にプラス何かの一目が来るっていうふうに推測して編んでいきます。基本はここまで編んできたらその目通りに編んでいて問題はないんですよ。問題はないので、特に考えなくても編めちゃうんですけど、理論としてはそういうことが起こっているということですね。で、もうすぐ今度ここに来るので、回転する場所、ひっくり返す場所とか編み終わりが来るので、ちょっとそこで説明していきたいんですけど、よいしょ。色もね、前回編んだ時ここは水色に近かったんですけど、今回これは濃い緑だったり、やっぱりそのプリントのムラっていうのは若干出てきますので、そのあたりはその時々でクリアしていくしかない点ではあるんですけど、はい、ここですね。1個下はピンク水色まで来てたんですね。なので水色の、ここが水色2個じゃなくて水色1個にする。そしてひっくり返すとどうなるかというと、ひっくり返すと、はい、ここではなくここを見るんですね。ここは始まりは緑が2つから始まってますよね。わかりますか、この部分ですね。これが水色2つから始まってる、緑2つから始まってます。緑2つから始まってるので、このこれが2目目に来るということで、これが水色が1目目に来る。はい、これ合ってます。目間違ってないです。こういうふうに編んでいきます。私緩くなってくるともう一度巻き直してボールにして使うんですけど、このやり方もまた今度お伝えしますね。で、このね、終わりはピンク水色ピンクなんですよということでしたね。で、なるかどうなるかというと、こう向きですね。ここですね、こう向きに進んでますよね。白もこう向きに進んでますね。ということで、この62目ではこう向きに進む。なので、こう向きに進む場合とこう向きに進む場合があるという、この2種類のポイントですね。ここを把握しておいていただくといいかなと思います。それから、ダイソーさんのこのマルチカラー、カラフルヤーンっていうのは、この色だけじゃなくて、本当に数多くの種類があるんですけれども、例えば、これ、
は、チェリーミントっていう色ですね。白とピンクとミントのグラデーションですね。でちょっとこれを少し出してみてどんな感じかなと思ってやったんですけど、これがどのサイクルでこれとこちらと同じサイクルっていうわけではないと思うんです。見た感じでも色も少ないので、ということでこの場合ではチェリーミントなので、チェリーを基準にちょっとカラーを見るときのポイントを見ていきたいと思います。最初にこれはここで言うところの14種類の配列でなってたっていうことが分かったんですけど、じゃあこのチェリーミントは何種類のパターンでできてるかっていうのを今から見ていきますよ。で、なぜ今鎖編みをしているかというと、長いままだとサイクルが読みにくいんですけど、鎖編みにするとギュッと短縮するので分かりやすいんですね。はい、今再びまたピンクが来ました。では今から同じサイクルになっているか見ていきます。次ピンクが出てくるまで鎖編みをしますね。ここですね。ピンク出てきました。では最初のピンクに合わせて見ると、このピンクを中心に全く同じ配列であることが分かりますよね。わお。ですね、全く同じ配列である。ということはこの色はピンクから始まって、このピンクの手前までがピンクから始まって、このピンクの手前までがサイクルだっていうことが分かります。ということでピンクをまず戻して白の状態にします。さてここからこのプランドプーリングのサイクルを見ていきますね。ではピンクは何目か、1目、2目、もしくは皆さんが編むサイクルなので、ゆっくり大きな、例えばこれ今午後3人で編んでますけど、例えば5ミリで編みたいと思った場合には、これぐらいのサイクルがいいと思うかもしれないですよね。そしたらそのサイクルで編んでみてください。そうするとピンクは1目、白は2目、ミントは1目、白は1目、2目、3目で、ミントが1目、2目、白が1目、1、2、1、3、2、1、次も一緒かみますよ。ピンクが1目なのかどうかですよね。1目、いけそうですね。白が2目、水色は1目、白が1、2、3、3でしたね。そしてミントが、ここは1目だった。
目が水色が2目白が1目2目3目水色が1目白が1目2目2目2目3目1目2目2目いけるかな。もうちょっとやってみましょうか。 ピンクがダメ、白が1目、ダメ。さっきは白1目だったんですね。なのでひと目でいけるかありますよ。まあちょっとあれかなっていう感じで、ちょっとあれですね。 水色が、ダメ。さっきは水色2目でしたね。ここですね。今ちょっと問題は。あ、でもいいのかな。白、水色、水色で2目で。白が1、2。水色が1。 白が1、2、2目、1目、2目、3目、1目、2目で。 で、なんとかいけそうだなっていうふうに判断してください。ここですね。で、次じゃあひっくり返してそのままいけるか、もう一度しますね。1目、2目、1目、 1、2、1、2、1目、2目、2目、2目。 2目、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